さあギアタン始まりました。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと久しぶりですね、集まるの。そうですね、もう俺声かからないと思ってましたから、もうフェードアウトしていくんだろうなこの番組みたいな感じで思ってたんですよ。100ギリランド放送終わった後にですよ、はい、もうゴルフ場行くとですよ、はい、声かけられるかけられる、うん、なんて声かけられるんですか。あれさ、わざとでしょ。おうおうおう、100切っちゃうってこの番組終わっちゃうくらいわざとでしょ。あ、なるほどね。すいません、ガチなんです。そうなんです、ガチなんですね。行きましょうよ行きましょうよって逆に自分らに自信がつくから誘われるようになっちゃった本当に。いやでも本当に7回にわたってお届けしましたから、はい、最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました本当にありがとうございましたありがとうございます、ね、スタッフさんもいろんな方法で編集していただいて盛り上げていただいて本当にね、やっぱこのスタッフさんのね、うん、もう力、はい、本当に頭下がります。ありがとうございます本当にね。でも、まあ、この放送が行われている間ちょっと出来事があったと。出来事、はい、聞いてくれよ何ですか。お前らに一言もらおうベストスコア出たぜ。お、え、これまでいくつでしたっけ。106だったんですよ。ブーブー言われると思って僕はもうあの後行きまくりまして、はい、ベストスコア出したんですよ。105ですしゃおーおーおー、1打縮まりました。1打ちょっと安心しました。そうです、そうそう、こうね、我々見てないとこで100切られてたら、はい、今まで何のためにやってたのか本当に お前ら取っとけよって話になっちゃうんで。まあでもちょっとベストスコア更新されたんですけど、まだちょっと100ギリまで残っているのと、はいはい、あと前回の100ギリラウンドでの、まあ、ちょっと改善点といいますか、はい、私たちも気づいたことたくさんあったので、今回はそうですね、びっくりするようなことがたまにあったんでね、うん、それは何ですか。道具がやっぱ違うなとかそういうことですか。ギアタンだけにちょっとやっぱギアがちょっと合ってないんじゃないかとか、え、どういうことですか。ギアはほぼ完璧だと思うんですなんか あまりにもそのギアを使い慣れるための練習をしてなかったというか、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、俺ずっと言ってたよな、そのレッスンして言ってたよなだってね、ね、しないからね、しない、全然しないから。いや、そうなんですよ、多分そこだと思います丸聞こえ原口さんの100切りには多少のレッスンは必要でした。スタッフも少し反省しました。そこで今回は大反省会ということで、大大大大大反省会ですよね、はいはい、大で埋めてください画面を大です。もうね、正直前回のスコアは落胆でしかない、うん、もうこれ僕ね3ラウンドぐらいした時気づいてました、今日ダメだな、うん、あ、3ホール終えた、3ホール終えたぐらいの時にもうダメだな、早いですねダメだ、その気持ちがダメでしたね、はい、ちょっと実践力を高めてもらいたいなと思って、はい、まあ、ギアはいいんだけど、まあ、使い方、簡単な使い方みたいなところも、うん、ここでね、うん、ちょっと練習してもらおうかなと思ってるんですよ。ありがとうございます、はい、じゃあ今日レッスンの先生でも呼んでるんですかね。プロを呼ぶ以前のその基礎的なところからまずいや、マリンちゃんだったら教えてくれよ番組中にさ、だったらずっと教えてよということで、まずはどこから。とりあえずティーショットのミスもかなり目立ってたんで、はい、まあ、ちょっとティーショットからやっていきましょうよ、はい、ティーショットからはい、ティーショットいきましょう。というわけで今回は100ギリラウンド大反省会。前回までお見せしたラウンドで数々の失態を晒した原口。あっえラッキー結果俺ギアに頼って100ギリを楽しみにしていた視聴者の皆様をかなり落胆させたはず。そこで反省をすることでベストスコアを1打縮めた成長力を発揮してもらい、新たな気持ちで100ギリを目指します。もちろんギアを基本線にした考え方で100ギリを目指すのは変わりません。ギアとともに原口も成長する、そんな世界線が理想です。原口と同じ100ギリを目指す方も必見の今回、果たして原口は反省して課題をクリアできるのか。
今回お邪魔しているのは千葉県にある浜野ゴルフクラブ。 JLPGA ツアーの富士通レディースや近年ではパナソニックオープンレディースゴルフトーナメントの舞台としても有名なメンバーシップコースです。広大で平坦な地形に巧みにホールが配置され、雄大にして繊細さを兼ね備えたゴルフの醍醐味を実感させてくれるコースです。さあまずはティーショットから見ていきたいんですけれども、はい、鶴さんなんか持ってますね。はい、前回の100ギリラウンド時の原口さんのティーショットのスチール写真。あら、分かりやすい、こんな分かりやすくしてくれたんですか。最初からやっとけまずはティーショット。ラウンド中の写真を見ても分かるように、原口はドライバーを打つとき高く上げたいのか、かなり伸び上がって体重を右足に残したまま打ちます。果たしてこの課題をどのように修正するのでしょうか。見てください、この不安そうなマリンちゃんの顔本当に不安そうな、はい、不安そうで不満そう、不満そう本当にそう、はい、YouTube のコメントでも指摘されてたのが一つあって、あ本当です、ありがたいですね。でも、はい、みんなが俺を修正してくれてる。ドライバーにしては、はい、ボール位置がちょっと真ん中すぎないかと、はい、そうすか。これだと、うん、もうアイアンと同じ感じだし、うん、アッパーに打てないよねみたいな。原口さんはどこに置いてる意識でしたか。うん、俺でもちょい左寄りかな。真ん中より若干左ってぐらいですか。だからでもそれだと俺頭叩いちゃうから、うん、多分状態がこうパッて伸びちゃうからね、はいはいはい、だから真ん中寄りに置いたんだけど、うん、ドライバーやっぱアッパーに打ちたいんでもっと左ですね、うん、もう、そうなんだ、はい、この辺です、この辺、左足のかかとの前って言われてます。当たる多分それがあると思います。頭厚からもっと右っていうのが本当は逆だったんですよ。逆だと思いますね。そうなの、うん、はい、ここで多分マリンちゃんのティーショットが出てくると、うん、もう違いが歴然わかるかな。こうやって比べてみるとマリンちゃんはしっかりと体重を左足に移動して引っ掛けたり振り遅れたりすることなくボールを飛ばすことができていますね。でね、他にもあって、うん、こうやって当てに行っちゃうから、こうやってもう全部こうやって引けちゃうんですよ。ああ打った後全部こうやって下がっていくじゃん。下がる、俺下がる俺下がる、原口さん下がっていくんですよ。モノマネも上手ですね、まあ、昔あのよくね、ゲイリープレイヤーとかも、はい、俺はこうやって練習したって言ってたんですけど、はい、バーンって打ったらこのまま前進むぐらい、あの体重移動がってことね、じゃあ鶴さん、はい、あーなるほど。なんで全部こうやって戻っちゃうので、うん、やっぱりそれを修正したいな。あ、素振りの時は大丈夫なんですよ、うん、素振り綺麗なんですよね、はい、俺、うん、はい、そうなのかしみじみと、なんだろうね、だからもう変な話、もう俺力有り余っちゃってるから、うんうん、飛ばしたい飛ばしたいみたいなね、意識が働いちゃうんだろうな、はい、まっすぐね打ちたいっていう意識が働くんだ。本当よね、はいはい、確かにギアタンで体重乗せる板ありましたね、練習道具でありましたよ、思い出した思い出した、はい、あやべえ、あれ袋から出さなきゃなたくさん持って帰りましたけどね、はい、練習器具ね、誰だ積み終わってか、うわ誰だ積み終わ、うわちょっと一応これ突っ込んで、はいはい、はい、すいませんね、はいはいはい誰だ積み終わってか、うわこれ売ってるんですか。これそう、いいな、マネージャーが誕生日プレゼントでくれたんです。すごい羨ましいです。そう、それでは早速行ってみよう。モノマネが似てなくても怒っちゃやーよ、ダフンだ。はい、すいません、はい、いいですか一つだけ、はい、カメラさん、これリアルですかリアル、リアル、はい、いやいや俺ボールでここのケース埋まったら初めて見たこんな打つのかい、こんな打つのかい、今日は原口さん、はい、はい、まだあります。どんだけ持ってんだよどんだけ協力してもらってんだよ。この番組の悪いとこ出てるよギアタンの悪いとこ出てる、初心に戻って、はい、ほんでこの後ホール回るとき俺パンパンだぞ腕実はこの後実際のホールでも練習をしてもらう予定です。なんとか腕をパンパンにしない程度に頑張ってください。ビューン、こうね、うん、はいはい、イメージ的に前に歩き出すぐらい、イメージ的に前に歩く、はい、あとはボールの位置です。ボールの位置、はい、
真ん中より左足のかかとの前です。あ、そう、はい、もっとこれ前から見た方が分かりやすい。前からマリンちゃんチェックしましょうか。チェックします。ここでいいんですか。それです。ここですか。多分最初かなり左に感じると思うんですけど、はい、左めっちゃ感じますけど、よく言うのはまあ耳の前とか、うん、左耳の前とか、あとは乳首の前とか言いますね。じゃあ乳首の前で覚えます。そっちの方がいいみたい。ここ本当前に進んでってください。あーすげえ。ナイスショットです。過去一じゃないですか。今日一とかじゃないです。過去一です。番組史上一番いいショット。めっちゃ飛んでるかも。ずっとオープニングこれ使ってもらっていいの。ずっと今の使ってもらっていいよ。オープニング、あれ速攻性すごいな。もう一回しましょう。もう一回、はい、もう一回。そう、ねえこんなにいらないんじゃない。いやいやいや、これを慣れとかないとダメなんですよ。そうです、そうか、はい、でコース出てもできるように慣れとかないとダメなんです。そうか、はい、ボール位置は確かにそう、左足のかかと乳首の前、はい、そうね、乳首の前、右じゃないですよ、左乳首ね、はい、感度のいい方ね。知らんわ。知らんわ。あ、ごめんマリンちゃん。知らん。それ市場挟んじゃった、ごめん。カンナのいい方が。オッケー。あ、今のイメージだな。歩き出してください。歩き出す。あ、今ちょっとダフったけど。うん。そうか。はい。もうね、練習なんで全然丁寧にいかなくても大丈夫です。うん、どこ行っても大丈夫なんで。最高な。イメージできてますよ。わあ、ちょっと右だけど、うん、でもなんか出方が強いっすよね。出方が違います、はい、飛んでるな、うん、体重とできてます。ちゃんとできてます、はい、いいと思います。前に歩けてるっていうことはできてるってことです、はい、なんとボールの置き所の左乳首合わせとスイング後に前に歩く打法で意外なほどナイスショットを連発する原口。果たしてこのままうまく課題をクリアすることができるのでしょうか。じゃあ構えてもらって、はい、マリンちゃんチェック入ります。マリンちゃんチェックお願いします。大丈夫です。ここで、はい、ここですね、うん、はい、ここずれました。いい、ね、ずれました。分かった。原口さんの癖が分かりましたよ、はい、一番最初左腕の前でこう構えるじゃないですか、うんうん、この時一番いいところなんですよ、うん、ね、うん、だけど、うん、ここから気持ち悪いみたいでどんどん左足を開いていきます。あ、それやる。最初いいのに結局真ん中に寄っていく。だんだん来ちゃうんだな。それがダメなんだね、うん、俺こっち動かしてもね別に。そうです、右を動かしてください、ね、右を動かしてんだ、ね、はい、そう右を動かしてんだよ。あー、ほら、治った。めっちゃいい、ドロー。めっちゃドロー。これまっすぐでしょ、ほぼほぼ。出た。200飛んでますからね。イエーイ。素晴らしいですね。ねえねえ。いやいや、イエーイじゃなくて。ね。去年からやってくんない？まあその自分のちょっとこうどんどんこう右に寄せちゃうっていう癖があるってことも覚えておくといいと思います、うん、そうですね、はい、原口さん1個試していいですか。どうぞ。構えてもらって、はい、あの極端にするんですけど、はい、左足を半歩ぐらい前に出してください。半歩、そのまま打ってください。このまま、はい、うん、右足これでいいの？右足そのままでいいです。そっちの方が多分体重移動の感覚が分かりやすいと思います。普通に打ってください。どうにかして残す方法を私は今作りましたよね。原口さんすごい。おった、ボール終わってねえよ。ここだよ、ここだよ。ナイスショットとの落差がすごすぎてびっくりですけど、18秒回っててさっきまで良かったのにって、はい、ちょろってある。
これがいやでも左足出すと絶対に何が何でもどんなスイングしても体重移動起きるんですよ。だけど今どうにかしてそれを避ける方法を探してすごいインサイドに切ってみたっていう嘘本当に嘘でしょそんなことないよ、俺体重移動意識してるよ本当にすごかったです今飛ばしちゃい飛ばしちゃいみたいな。そ う, で, す、ね、そうでも力みはありますよ。力みはあるよね、はい、当てたい当てたい。ここで打っちゃってるのよ、ここで。変な話ここで打ってないのね。分かる、分かってんのよ何ですかそれちょっと逆切れされました。俺これ誰にレッスンしてんのセルフレッスンですね。みんなこれ見ながら分かってるよでもそれで多分感覚はだいぶついてるんで、一回普通に打ってみてください、はい、力いらないんだって。ああそう、ナイスこれね、ナイス、うん、そういうこと。いいっすよ。ああ飛んでるもん、うん、だいぶまっすぐ歩きやすいようになりましたね。はい、だいぶいいです。だいぶいいですね。あとは、うん、もうこうやって練習して慣れるしかないところなんで、うん、はい、それはセルフで鶴原さん、マリンちゃんのおかげでだいぶと課題を克服してきた原口。しかし練習場でできてもコースでできなければ意味がありません。ということでコースに行って、うん、実際にやってみましょう。そうね、はい、そうしないとね、はい、はい、もう原口さんのために今日はコースでちょっと練習する、うん、それがね、俺いつも変なプレッシャーになってるんだよ、ね、これだけ大人が集まって。そうそう、あの時も貸し切りだったからよ、これそうそう、はい、あの何球も打てると思うんで、はい、T グラウンドで、はい、じゃあコースのちょっと実践的な練習ということで、はい、はい、やってみましょう。ここからはコースで課題クリアを目指します。題して勇者原口あきまさの大反省クエスト。まずは先ほど練習場で直したティーショットをコースでも実践してみましょう。果たしてここでも課題をクリアできるでしょうか。打ってみましょう。コースで打ってみましょう、はいはい、覚えてますか。覚えてますはい、ここは乳首の位置で、はい、ね、はい、で体重移動をこう後ろ残らない、はい、はい、歩き出す、はい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 、まだまだ元気がありそうなのでこのテンションのまま行ってしまいましょう。オッケー、もうだからその、はい、遠くに飛ばすとかそういう意識なくしに、うん、原口さん、ただティーンググラウンド、ティーンエリアが右向いてるんですよ今。え、ああ、うんうん、分かりますか。確かに、確かに、だからそれだけ気をつけてください、うん、はい、まあラウンドじゃないんで、はい、まあ、練習なんで、うん、さっきの感じでっていう、さっきの感じでね、はい、あの全然当たんなくても大丈夫ですので、はい、了解です、はい、感度のいい方の乳首でボール置いて鼻で、はあ、鼻でおお、まあ、悪くない。おお、まず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 、もう一回行きたいな。まず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 、もう一回行きたいな。はい、もう一回行ってみましょう。原口さん、もう一つだけアドバイスするとしたら、はい、スタンス幅を足一つ分ぐらい右足ちょっと広げてもいいかもしれないです。あ、なるほど。今ちょっと狭い。はい、はい、ちょっと狭めです。あ、いい感じです。はい。長くなる分スイングアーク大きくなりますからね。そうですね。うん、おお、ああ、ナイスナイス。おお、ちょい右やけど、いや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 、うん、ちゃんと当たっている。今までの右に出てるためとちょっと違いますね、うん、球筋がね。ちゃんとこう強く出てますよね。そうそうそう、いい感じに触れてますか。ただですね、原口さん、はい、あの後ろのカメラさんから見ると非常に分かりやすいんですけど、はい、ティーグラウンド通りに立ってますね。ああ、なるほど、はい、つまり右を向いちゃってる、ね、右を向いちゃってるってことね。はい、はい、マリンチェック入ります。はい、これ原口さんどこ向いてますか今。フェアウェイ真ん中ですか。はい、バンカーとバンカーの間。はい、そのままでお借りします。はい、はい、はい、足にね、はい、こうやって、はい、はい、後ろから見てみてください、はい、どこ向いてますか。いや、俺じゃあ真っすぐ向いてますよ。あれ
これじゃあさっきの方向いっちゃいますね。本当だ。まあ、よくてあの右のバンカーのちょっと右ぐらいですよね。本当だ、はい、全然違うんだ、うん、一回これ正しい方向に向けてみてください。じゃこれだってそれを、うん、よよよ、はいはいはい、そうですね、ね、はい、じゃあそれで立ってみましょうか。あ、こうなんだ、うん、この感覚です、はい、でその感覚で構えた時にはあ、なんかこういう景色だよっていうのを覚えておくといいかもしれない。なるほどね、はい、そういう見え方するとフェアウェイセンターですよっていう。おお、近い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 、うんうんうん、うん、惜しい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 な、チョイスすらしたな、はい、分かんなくなっちゃったな原口さん後ろから向く見るじゃないですか、うん、でこうクラブで一本線皆さん通されますよね、うん、そしたら例えばその間でこういうマークとかを見つけるんですよ、うんうんうん、そしたらここに向かってまっすぐフェース合わせればいいんで、うん、楽になります、ね、はい、なるほど、はい、そういうことね、はい、あ、右行くな、まあ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 、まあうん、こう前歩き出す時にどうしてもこっち側にこう向いちゃうね、はい、さっきかなり右向いてたじゃないですか、うん、右向くと上体もかぶるからその分捕まりに行きやすかったんですけど、正しい方向を向くと開くから、うん、なおさらこっちに歩きたくなっちゃうんですよね。そうかも、上体も上がるし、はい、そうかもね、はい、左に歩きやすくなっちゃうんです。歩けなくなっちゃったうってこの辺でしたね何よ、どこ行ったの今今もうツーですよ、はい、ザザ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 って行きましたの近い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 、うんうんうん、近いですね、うん、はいはいはい、よし拾い行こうかそれはもう慣れていきましょう、はい、これ慣れていこう、ね、はい、はい、慣れるしかないですね、抜く感覚っていうのはね。というわけでまだまだ少し右に行ってしまいますが、体重移動の感覚やスタンスの向きを覚えたのでここからは慣れと練習量です。このまま続けていけばナイスティーショットもすぐです。ティーショットの課題は一応クリアとしましょう。次回もラウンド大反省会を続行、次々とあらわになる腹打ちの弱点、果たしてその全てを直し課題をクリアできるのか。めっちゃひっぷり腰やんこれ何これ。第30回の放送は12月23日、ぜひお楽しみに。